当に合わせといてさ。何でしょうか。行こう。お前。うん。あ？ん？はい。There's a shit ton of substance in this.何？Hey, bye. Thank you.
Hey, boy! Oh, boy! ちょっと下がら。おお。
全てがムカつくぜ。じゃあ、勘弁してください。おお、おい、そこのあんた、何しに来た？この辺で筋もんに飲ませる店はないよ。立花不動産の人間がここに出入りしているって聞いてきたんだが、今もいるか？あんた、また登場会の若い衆か？いや、そうじゃない。あんたらの店を地上げしに来たわけでもない。よく言うな。だったら立花不動産に何の用だ？あの連中のことを知りたいだけだ。あんたらに迷惑はかけない。あまり歓迎されて。俺らはもうヤクザにうんざ。俺らにはもうこの場所しかないんだからよ。俺は立花不動産。ふざけんな！お前ら聞く耳。こいつ、少しは話を聞く気になってくれたが、あんたらに怪我させるつもりはなかった。俺は立花不動産の人間がここで何をしているか知りたいだけだ。あの人たちを売る気はない。ここの住人なら誰だってそうだ。ん？連中もここで地上げしてるんじゃないのか？違う。あの人たちはヤクザの地上げから俺たちを守ってくれている。あの人たちのおかげで今日のチャンピオン街がある。なんだと？そうでしょう、小田さん。どうも。誰かと思えばスナックナマセのお兄さんか。あんた、カタギの人間とか言ってなかったか？なかなか信じてもらえねえが、今は仇だ。前は道島組にいたがな。道島組かよ。登場会の中でもよりによって。俺は組を破門された身だ。もう関係ねえ。その元ヤクザがなんで俺らのこと嗅ぎ回ってる？あんたらの社長から手を組まねえかと誘われたもんでな。あ？あんた、名前は？キリュウだ。そんな話聞いてねえぞ。待ってろ、社長と話してみる。わかりました。じゃあそのように。え、それじゃあ。社長は何つってた？うちのことを深く知りたいなら、昨夜社長と会った部屋に来いとおっしゃってる。直接会うそうだ。そうか、わかった。もうここには来んなよ。ここの人たちはヤクザが嫌いだ。そういや、
あんたらがヤクザからチャンピオン街守ってるってのは本当か？ま、一応ね。社長の方針があるからさ。方針？この辺の土地は神室町が戦争で焼ける前からいるような人たちのもんらしい。うちの社長が言うには、ここらは神室町の根っこだ、俺たちみてえな新参者に好き勝手する資格はないってさ。さっきのビルの時とは随分態度が違うんだな。ハクアビル？あそこの連中は所詮流れ者の寄せ集めだ。あんたもスナックナマセの店長見たろ。さも仇の被害者ですって面してたがよ。あいつらだってよそから流れてきた時、元いた住人を追い出してんだから。因果応報ってやつだよ。ま、俺は社長のポリシーに従ってるだけでね、偉そうに言うつもりはないけど。それでもあんたらにはあんたらなりのルールがあるってわけだ。俺は織田ってもんだ。立花社長とは古くてな、大抵の現場は俺が仕切ってる。で、あんた結局どうするんだ？うちの社長に会いに行くのか？ああ、会ってもう一度話を聞かせてもらう。どうやら立花不動産ってのは思っていた以上に腹の底が見えねえ会社なんでな。邪魔だ。
調子乗ってました。私はクズです。
るよ。とりあえず金出せ。やんのか。遊ばない？ちょっとあれよくない？そりゃないだろ。やる部長だろ。ちょいとしないね。俺は立花から呼ばれてきたんだ。お前ら立花不動産の人間じゃないのか？ここに社長はいませんよ。後で来ることになってるはずだ。部屋で待ってろと言われた。それは何かの間違いじゃないですか？何？うちの小田ってもんから連絡が入ってましてね。若いチンピラが来るだろうから死なない程度に可愛がってやれと。なんだろ、織田が？おれ、回れ右すんなら今のうちだ。おとなしく帰んなら見逃してやるよ。てめえ聞こえなかったのか？さっさと帰れっつってんだろうが。俺はここんとこどこ行っても歓迎されやしね。だが呼ばれた先で門前払いとはコケにされたもんだ。だから誰も呼んでねえっつってんだバカ野郎。どけ。ガキが土地狂いやがってと。お前は織田。よう、
お前が俺を襲うようにさっきの連中をけしかけたのか。なんでだ。あんただって俺たちを品定めしてたろ。ならこっちにもその権利があるんじゃねえかと思ってさ。ま、腕っぷしはそれなりみたいだけど、あの立花社長がわざわざスカウトするほどかと言われるとどうもね。部下に襲わせるだけで俺の何がわかんだ。だからさ、やっぱ自分でやるしかないみたいだよ。いやー、仕事を人に任せられないってのはしんどいね。河村町で不動産やってると荒事も多くてさ、俺そこらの極道よりよっぽど血の気が多いんだよね。ただのサラリーマンとは違うと言いたいわけか。大したもんじゃない。元極道の半端もんといい勝負だ。だったらお互い手加減はいらねえな。そのつもりでかかってこい。嘘だろ。この俺にこんな若造が怠慢で勝つかよ。信じらんねえ。小田、納得しましたか、小田さん。ええ、俺の負けですよ、社長。どうなってる。あんたも承知で織田に俺を試させたってことなのか。ええ、織田さんは私にとってかけがえのない片腕です。だから我々の中にあなたを迎え入れるには彼の了解を取る必要がありました。そうかよ。俺はつくづく自分がバカに思えてきたぜ。さっきまであんたらは信用してもいいって気になりかけていた。
立花、そろそろ腹の中に隠してるもん見せろ。あんたはなぜこの俺に近づいてきた。その理由は何なんだ。いいでしょう。ですがその前に、あなたはこのカムロ町という町を何と見ますか。カムロ町さあな、質問の意味が分かんねえ。私はね、桐生さん、この町は堂島組をはじめとする東条会の餌場であると見ています。一晩中ネオンに彩られたこの町に集まる人や金、そこからあふれる甘い汁は全て東条会の極道たちに吸い上げられる。何が言ってんだ。東条会が力で光り輝かせるこの町に、私は風穴を開ける人間です。こんな風にね。金は力。私は自分の力がこの先どこまで東条会に迫れるか試してみたい。ですがまだまだでしてね。今の私ではせいぜい10秒というところが限界ですが、いずれは殻の一つを手に入れてカムロ町の支配者層に食い込むつもりです。あの土地はそれだけの価値を生みます。あんたは一体。桐生さんがご存知かどうか、東条会という組織は決して一枚岩ではありません。その証拠に、東条会にはこの私に協力するある一人の人物がいます。そして私があなたに近づいた理由は、その人物から強力な推薦を受けたからなんですよ。東条会の内通者ってことか。誰なんだそいつは。あなたと私が手を結ぶことを望んだその人物は、東条会直系堂島組若頭、風間慎太郎です。なんだと。おやっさんが。 Interesting。 あなたは堂島組の若頭補佐、久世さんから風間さんをスパイするように言われましたね。風間さんの隠し持つ殻の一壺の情報を探れと。風間さんが隠し持っていた情報、それは殻の一壺の所有者を見つけ出すことのできる人間、つまり私のことです。あんたが。我々は殻の一壺をめぐる争奪戦であの堂島組より大きく先へ進んでいる。いずれそのことを知れば彼らは激怒するでしょう。本気で潰しにかかってくるはず。ですが、それを承知であなたが我々と手を結ぶことを他ならぬ風間さんが望んだ。私が風間さんからあなたのことを託されたのは半年前、あの人が刑務所に入るよりも前のことです。風間さんは久世があなたに近づくことも、あなたが組にいられなくなることもほぼ見通していました。まさか、いくらおやっさんでもそんなことまでわかるわけないだろう。風間さんは堂島組どころか東条会という組織で頂点へ上り詰めるだけの器量を持った人間です。
その懐はあまりに深い。風間さんにとってあなたの周りに起こることを予測するのはたやすいはずです。そしてその風間さんが殻の一粒を手に入れる目的は、おそらく自分の身を守るなどということじゃない。あの人はもっと大きなもののために絵を描いてるはずです。だったらなんで今おやすさんはムショに入ってるんだ。それすらも風間さんの計画のうちではないかと、私はそう信じています。なんだと。バカな。ご理解いただけましたか、桐生さん。立花、あんたがおやすさんの意思を託された人間だって証拠はあるのか。風間さんがおっしゃるには、これがその証拠になると。これはあなたも見覚えがあるはずです。風間さんが沢村由美さんからプレゼントされたものだそうですね。おやすさんがあんたにこれを渡したのか。あなたにお渡しするよう預かっていただけです。あなたから風間さんにお返しください。すべてが片付いた後で。俺にはまだおやすさんって人がどういう男なのかまるで分かっちゃいなかったってことか。だがあの人が俺に何かを望むなら、俺はいつでもそのために命張る覚悟だ。あの日おやすさんに逆らって極道になった時からそう決めていた。ではこれからどうぞよろしくお願いします。桐生さん。東京でもこんなに派手な店は見たことないよ。そりゃもうここが何はナンバーワンの店ですさかい。
蒼天堀来てグランドへ寄らんやなんて、タコなしのタコ焼きみたいなもんですわ。いや先生には遠路はるばるお越しいただいたんやから、今日はたっぷり楽しんでもらわんと。ささ行きましょう。でもさ、本当に大丈夫なの？こっちってこれもん多いって話じゃない。そないなことありまへんて。もう先生何遍言うたら信じてくれはるんですか。でも蒼天堀って言ったら、あの近江連合のお膝元でしょ。町ごとヤクザの巣窟みたいなもんだろ。まあましてやこの手の店なんてもう、あそこの席、あれ絶対ヤクザだよ。やっぱり私帰るよ。大丈夫ですって。ほんまに物騒な店も確かにありますけど、この店に限っては絶対安心、折り紙付きです。あれは確かにヤーさんやけど、この店じゃおとなしゅうしてますよ。妙にこの店の肩を持つね。まあまあ細かい話は抜きにして、ささまずは座って一杯やりましょうね。えほらさあ。でもね、こんばんは。失礼します。失礼します。いや、こんばんは。どうです、女の子も粒揃いですやろ。このお方はな、東京のでっかい会社のお偉いさんやで。ほら君らも顔売っとき。やっぱり偉いさんなんや。なんか貫禄ある思った。東京から来はったんですか。かっこええですね。こっちにはよう来はるんですか。いや今回はたまたま出張でね。ここもこの人に無理やりね。そうせやから君らがたっぷりサービスしてくれんと、あたしの面目丸つぶれ。頼むで。なんや責任重大やわ。じゃあまずはお飲み物からやね。何言っちゃいます。どれ。ほうシャンパンで10万か。やっぱり結構するもんだね。そしたらまずシャンパン言っときましょうか。おいおい大丈夫か。10万だぞ。大丈夫大丈夫、先生はもうお金のことなんて気にせんと存分に楽しんでください。シャンパンね。ありがとうございます。でも一本でええんですか。え、せやね、東京の偉いさんもおるのに一本やと足りひんのとちゃいます。大阪の人間がケチや思われますよ。ちょっと君ら。なるほど、確かにその通りや。よっしゃ、ここは潔く一人一本いっとこか。ほな四本やね。お前らの分もかい。ねえわええわ、四本いっとれ。さすが男前、お願いします。うわすごい。うまいな、もう一杯や。ハハハハハ、にぎやかでいい店じゃないか。でも前にこっち来た時は全然知らなかったよ。ああこの店が有名になったんはつい最近なんですよ。そうなのか。ええ少し前に支配人が変わって、そこから急に。ふん、シャイニンくらいでそんなに変わるもんかね。それが引き抜きから何からちょっと大声では言えんようなことまで随分派手にやったみたいで、箱のでかさだけが取り柄やったこの店をあっちゅう間にトップにのし上げてもうたんです。ほう、随分なやり手みたいだね。そううちの支配人、夜の世界では知らん人がおらんちゅうくらいの有名人なんですよ。そうなのかい。
そりゃいっぺんお目にかかってみたいもんだね。ちょっともう、ええ加減にして。こっちは金払っとんねやぞ。ちょっと触るくらいいいやろね。お前もまんざらやないんやろ、ね、なわけあるか。もうすっごい。ほらここやここ。お客様、当店はお触り禁止です。どうかその辺で。かわいやっちゃな。お客はん大概にせんと。大概にせんかったら何やってんのこれ。こっちは金払っとんのやぞ。ガタガタ抜かすね。このボケ。おいおい、全然大丈夫じゃないじゃないか。に逃げよう。ああ、この店で暴れるやなんて。まあ大丈夫、すぐ収まりますよ。だからなんでそんなこと言い切れるんだ。出てくるからですよ、彼が。彼ってあの男か。ありゃただのケツ持ちだろう。お客様。ん？本日はお越しいただきありがとうございます。何やお前、ケツ持ちちゃうんか。よく間違われます。ですが違います。え？せやったら何やねん。悪い、申し遅れました。私、当店支配人の真島と申します。お前が支配人やと。え、あれが例のこの店はヤクザが仕切っとんのかい。お見苦しくて申し訳ございません。こう見えても堅気です。それよりもお客様、恐れ入りますが当店でのお触りや暴力行為はどうかご遠慮願います。気に食わんちゅうんやったら力ずくで来てみろや。その面こき落としけ。そういうわけには参りません。お客様は神様ですから。ほう、そらええ心がけやないか。お前さんのその心構え気に入ったわ。こいつはおごりや。たーんともいい。あ、どうや、神様からのお恵みは。ありがとうございます。私はこの酒を一度浴びるように飲んでみたかったのですが、おかげさまで夢が叶いました。この野郎、ええどけおや。てっ、うっ、お客様、重ねてお願い申し上げます。そろそろお引き取り願えませんでしょうか。もしこれ以上営業妨害されますと。来たら何やっちゃねえ。しゃあないの。ああ、一丁景気いいのやれや。そこまでお客様がお望みなら、この真島、僭越ながらお相手いたしましょう。ただし、
私からは一切手出しはいたしません。何しろお客様は神様ですから。へっ、お前らそんなこと抜かすかい。なめおって。さあ、ショータイムや。なんやお前は。あ、くそ。おこの、あ、危ない。なめんなよ。危険ですのでこちらはお預かりいたします。ございます支配人。なぜこの野郎。警察に突き出してやる。暴れろ。君、お静かに。こちらのお客様はご覧の通り店内での違反行為を繰り返し皆様へご迷惑をおかけしました。本来ならばこのまま警察へ出頭していただくべきだと存じます。ですがどうかそれはご容赦願えませんでしょうか。え、なんだそんな。こちらのお客様、このまま警察へ突き出されればこれまで築かれた社会的地位を失うことになりましょう。一時の気の迷いに対する報いとしてはあまりに酷ではないでしょうか。そこでお客様に一つお願いがございます。俺に。はい、夜の世界の流儀として酒の席での失態は酒で注いでいただきたいのです。お、今日この場のお題すべてお客様がご馳走してはくださらないでしょうか。蒼天製薬営業本部長様ともなれば年間接待費は億をくだらないはず。あ、それ俺の。いつの間に。お客様を犯罪者にしたくない。ですが他の皆様にも変わらずこの場を楽しんでいただきたい。すべてはこの私のわがままです。どうか私のわがままを聞き入れてはくださいませんでしょうか。わかった。皆さんがそれでええ言うてくれるんならこの場のお題全部俺が持たせてもらう。それで許したってくれんやろか。ありがとうございます。こちらのお客様はこうおっしゃってくださいました。皆様いかがでしょうか。ありがとうございます。皆様の寛大なお心遣い
ありがたく頂戴いたします。勇気あるご判断をなされたこちらのお客様にも拍手を。では引き続きどうぞお楽しみください。あれがここの支配人。はい。なるほどな。この店がナンバーワンになった理由が分かった気がするよ。彼を見るとみんなそう言います。キャバレーグランドの支配人真島五郎、蒼天堀の夜の帝王っちゅうやつですわ。You're a hybrid.支配人、先ほどはありがとうございました。いつもすみません。フロアどうや？落ち着いたか？はい、あらかた元の通りに。タダで飲めると分かって注文がひっきりなしですよ。そうか。あいつら怪我は？いえ、突き飛ばされた斧のやつもこれといって。マキちゃんにはボーナス弾んだれよ。父もまれて何もなしじゃ、モチベーションガタ打ちや。はい、それは先んじて伝えておきました。ならええわ。あの暴れてたドアホ一応見張っときや。名刺は押さえちゃるが、とんずらこかんとも限らんからな。そちらの方もすでに手配しています。よっしゃ。スタッフは最近どんな塩梅や？おおむね問題はないのですが。なんやねん。先月入ったかなえちゃんなんですけど、ちょっと他の子、特に桜子ちゃんとうまくいってないみたいで。またその手の話かいな。女っちゅうのはほんまめんどくさいの。私からも話はしてみたんですが、なかなか。わかったわかった、俺からも話しとく。すみません、お手数ですがお願いします。失礼します。
What a generous boss. まだ頼んだの来ねえのかよ。あれです。どうしました？なんでもあらへん。お楽しみのところ失礼いたします。なんだ、やっと持ってきた？
おう、あんたは眼帯の支配人さんじゃねえか。酒は人の金で飲むに限るよな、まったく。お客様、ちょっとお話があるのですが、ご足労願えませんでしょうか。なんだよ、人が気持ちよく飲んでんのに。お時間は取らせません。どうか。しょうがねえな、他ならぬ支配人さんのお願いだ。さて、ちょっくら行ってくるよ。あの支配人。この方は俺が相手する。お前は仕事に戻れ。はい、わかりました。さあ、参りましょう。はいよ。繁盛してるじゃねえか。ついこの前までカンコドリが鳴いてたってのにな。変われば変わるもんだ。何しに来たんや、佐賀。そう邪険にすんなよ、真島ちゃん。ちょいとお前さんの働きぶりを確認しにな。これも仕事だ。まあただで飲めるとは思ってなかったけどな。来るならちっとは行儀をしてくれんか。客が減るっちゅう。おお、そいつはすまなかったな。ついはしゃいじまったよ。だよ、さっきもご活躍だったらしいじゃない。さすがは真島五郎、蒼天堀の夜の帝王だ。客との喧嘩を見せ物に仕立てて、ついでに飲み代まで取り上げちまうなんてよ、なかなか気が利いてるな。やっぱりお前仇が向いてるって。自分でそうは思わねえの？アホ抜かせ。誰がこんなこと好きでやるかっちゅうね。そりゃお前、今の立場のありがたみってのが分かってねえよ。金も地位も名誉もある。ところや、女だって随分寄ってくるだろ。そんなことは望んでないってか。皮肉なもんだ。そんな誰もが羨む立場を得たお前だけがただ一人この町で別の何かを求めてる。幸せってやつはいちいち意地悪にできてるらしい。今日は随分おしゃべりやないか。しけた面のお前を見てたらなんとなくな。でもまあ、この現状をお前が気に入らないのは当然だ。これはお前への罰なんだからな。楽しまれちゃ俺も島野の兄弟もちっと困る。そろそろ本題に入ってくれまへんか。俺はいつになったら極道に戻れるんや、オーナー。何度目だろうな、そのセリフ。どうしてそんなに極道に戻りたいのかね、俺には分からないよ。あんたに分かってもらう必要はない。今月の売り上げや。この調子なら来月にはノルマの1億達成するで。おお、そりゃすごい。とぼけんな。達成したら島野の親父に俺が極道に戻れるよう口利きする。約束忘れてへんやろな。さあ、そんな約束したっけかな。この件で冗談は通じひんぞ。
ダメだ。あと5億稼げ。そうしたら口聞いてやるよ。おのれ。なんだ、殴らねえのか。まあやれるわけないけどな。そんなことしたらお前はあの暗い場所に逆戻りだ。それは嫌だろうからな。これがお前の戻りたがってる世界のやり方だよ。ヤクザがお前みたいな金づる簡単に手放すわけがないだろう。どうだ、やっぱり仇の方がいいんじゃないか。上等や。5億やろうが何やろうが何ぼでも稼いだろ。極道に戻るためやったら俺は何でもやってるわ。ほう、何でも。ああそうや、それが殺しでも。どうした、極道に戻れるとしたらお前は人殺せるの。冗談だよ。いや、意地悪言ってすまなかったな。極道ならいずれそういう山を踏むこともある。お前にそれが分かってるのかちょっと聞いてみたかっただけだから、引き続きよろしく頼むよ支配人。あ、そうだ、一つ忘れてた。ここのホステスにノリコっているだろう。それがどないした。そいつ明日から別の店でやらせることにしたから。ん、即戦力が欲しくてさ。ノリコここのナンバーワンなんだろ。おあつらい向きかと思ってよ。本人にはもう伝えてあるからこっちの方がよろしくな。売り上げ落ちないように頑張るよ。なんせあと5億稼がなきゃなんねんだからな。失礼します。あの支配人、今のりこちゃんから明日からよそに移るって電話が。ああ、俺もさっき知ったわ。ご存知でしたか。なんだってこんな急に。のりこちゃんがいなくなったら売り上げに相当響きますよ。分かっとる。せやけどオーナー様のご決定や。どうしようもあらへん。そうだったんですか。でもこれからどうすれば。ったく、落ち込んどる暇もあらへんな。最近よそでイケとるホステス言うたら誰や。よそですか。よその子でしたらそうですね、オデッセイののぞみちゃんがダントツでしょうね。オデッセイ自体がうちのライバルみたいなものですし。そうか。じゃあ一丁行ってくるかの。あの支配人、どちらへ。決まっとるやろ、望みをうちに引き抜く。え、ライバル店のナンバーワンを引き抜くって、さすがにまずくないですか。そもそもそんなことどうやって。夜の世界は弱肉強食、ここでこけたらうちはあっちゅう間に崩れるで。やらなしゃあないんや。店の方は任せたで。わかりました。どうかお気をつけて。Okay. Be right back in a second.
Okay, I'm back. さっきはすまんかった。ほんま。お客さん、大丈夫？怪我せんかった？ああ、大丈夫。
やるんか。
行くで。
参った。 That's enough for Shogi. Yeah, I think they've done a really good job on the game. The idle sounds, I like the way that even the NPCs
You can charge into them, and or they'll try and get out of your way if they see you running at them. There's just lots of little details. いらっしゃいませ。お一人様ですか？ああ。すんません。ただいま満席でして、少々待っていただいても構いませんでしょうか？かまへん、待つ。ほんま、すみません。そしたら、こちらでお待ちください。よろしければ、お飲み物もお持ちしますが。なあ、そんな気ぃつかんでええねん。のんびり待ちますわ。大変お待たせいたしました。一名様、ご案内いたします。こちらへどうぞ。Yeah, I completely get that. Metal Gear Solid was really solid for its little subtle sound effects and little nuances, footsteps, the lot. Yeah, I didn't realize how much weird shit there is in them until I finally sat down and started playing. べっぴんさんが来たな。おおきに。飲み物何飲まはります？ほな、とりあえずシャンパン頼むわ。はーい。こっちお願い。今日はまたえらい混んどんな。毎日この辺繁盛しとるんか？まあ年末っちゅうこともありますけど、最近はみんな強制で同伴させられてるから、その分お客さんが多いんとちゃいます？ほう、そうやったんか。けどそない必死になって同伴させるほど景気悪そうには見えへんけどな。単に意地張ってるだけですわ。意地？最近客の入りでグランドに負けっぱなしやさかい。今月は絶対に勝たな、全員罰金とかむちゃくちゃ言わはりますねん。なんやそら。自分とこが儲かっとればそれでええやないか。なんでグランドが関係あんねん。うちもそう思うんやけどな。支配人はそう思ってへんみたいで、正直なんぼ同伴したって
常連さんも毎日何十万も使ってくれるわけとちゃうし、新規のお客さんを増やさへんと頭打ちなんよね。ほう、なるほどな。高子ちゃんは何が趣味なん？うちは最近スキーにハマってんねん。週末はいつもスキー場行って滑ってますわ。でね、新しいウェアがめっちゃ可愛いねん。誰か買うてくれへんかな。どうせ逆に貢いでもらうつもりなんやろ。そうなん、優しいお客さんおらんもん。ナナ、今ならうちにプレゼントするチャンスやで。ああ、せや。サンタさんにでもお願いしや。ちゃんと靴下も用意しとかなあかんで。もうお客さん行けずやわ。ええもん、自分で買うから。Oh, really? That I didn't expect. それにしてもこの店は可愛い子がぎょうさん揃っとるの。全部で何人くらいおるんや。そう、100人くらいおるんとちゃうかな。今日は40人くらいやと思いますけど。ほんなら知らん子も多いんやろな。せやな、週に一度しか来ん子とかもおるし、同じ席について初めて話したっちゅうケースもしょっちゅうです。ほう、そない新顔がよう入ってくるんか。さすがに人気店はちゃうの。ちゃいます、そんだけ辞める子が多いんです。辞める？なんで？うちは上下関係めっちゃ厳しいですし、ちょっとでも人気出そうな子が入るとすぐ上が潰しにかかるんですわ。競争が激しいっちゅうことか。せやけど、そない中でも人気あるこっちゅんはほんまにすごい子なんやろな。そうですね、ナンバーワンののぞみさんなんか毎日開店と同時に目当てのお客さんがひっきりなしに来てますわ。そののぞみっちゅう子はどんな子なんや？のぞみさんですか？ほんまはお客さんに他の子のこと話したらあんまり良くないんやけど、まあ一言で言うと真面目な人ですわ。真面目？そのお客さんの中には銀行のお偉いさんとか政治家の先生とかも多いんですわ。せやからうちらそないな人と話し合わせるために新聞やニュースをいつもチェックしとけって店からうるさく言われてるんです。のぞみさんは特に真面目でやる気のある人やから、そういうお客さんから受けが良くて指名をたくさん稼いでいったんです。名実ともにトップレディっちゅうわけやな。ほんなら人気が出んのも当然やな。あー、せやけどこの前若いお客さんが来た時は逆に全然話題についていかれへんくてめっちゃ面白かったですわ。今の内緒にしてえな。うちがそないなこと言ってたのが他の子にバレたら大変なことになってしまうから安心しいや、誰にも言わへんって。可愛いとこがあるやないか、そののぞみちゃんも。店ん中くらいサングラス外したらどうでっか。グランドの支配人はん。ようこそオデッセイ。楽しまれてますか？これはこれは山形はん、オデッセイの試合に自らおいでになるとは恐縮やの。
すまんの、ちょっと外してもらえるか。お目当ては望みやね。さすがはうちと為春店の支配人や。話が早くて助かるわ。あんたの方は随分と回りくどいやないか。こそこそ忍び込んで敵情視察。それがあんたのやり方か。そないなことせんでも望みに会いたきゃ呼びますせ。説得でも交渉でもしたらえ。そないなことしてもトップのあんたがうんと言わなことは動かん。俺が説得しに来たんは望みやのうてあんたや。山形、私を。あんた今のオデッセイに危機感を覚えてて、どうにか変えようと焦っとるらしいじゃないか。ほう、一体誰がそないなことを。俺が見たところ、この店確かに繁盛しとるが客層がおっさんに偏っとる。今はそれでもええが、今後もっと売り上げを伸ばそう思うなら客層を広げんことには頭打ちや。うちは在籍100名を超える大箱です。客の好みにも幅広く応えられてんとちゃうか。いや、この店のホステスはどれもおっさんが好きそうなタイプの女ばかり。若い男に受ける子が絶対的に不足しとる。まだ実は今オデッセイは深刻な女不足や。一人でも多くの新人が欲しいちゃうか。根拠はあるんやろな。俺が店に入った時満席っちゅうことで入り口でチートばかり待たされた。せやけど中に入ったら空席が目についた。これは客全部を相手にできるほどのホステスが出勤してないっちゅうことやろ。その証拠に男3人に女2人っちゅうテーブルがあった。普通はマンツーマンが基本。場合によってはクレームが来てもおかしない。よう見てはるな。ま、賢いあんたのことや。そんだけ言えば俺の腹は伝わったやろ。なるほど、こちらの事情は全てお見通しってわけやな。オデッセイのナンバーワンは望みや。けどその望みがおらんようになっても今の客層を支えるホステスは十分揃っとる。ここにはホームランバッターは腐るほどおる。そろそろバントのできる選手が必要な時期なんとちゃうか。それでうちの4番に対してあんたは何差し出すつもりや。まずは手付けとして1000万、明日にでもうちの門に届けさせてもらうわ。おお。それだけやない。今うちで教育しとる新人、若い客層を狙って育てとった連中や。いわば将来の1番バッターっちゅうとこが。そいつらから好きなの何人でも持っていけ。真島藩、あんたが目つけた秘蔵庫をこっちによこすと。ああ、そうこうし揃った将来間違いなしの連中やで。ええんですか、敵に死を送るようなもんです。こっちは当面の売り上げが欲しい。その代わりあんたんとこには将来の売り上げを保証する。別にそっちだけが得をする話でもないで。なるほどな。あんたは顔に似合わず敵作らんとうまいことやる方法を知っとるらしい。これが真島五郎のやり方っちゅうわけか。交渉成立ってことでいいな。ええでしょう。ただあんたんとことうちはライバルや。今日みたいなんはこれ限りにしてもらいましょうか。これからはうちも全力で勝ちに行かせてもらいます。覚悟はええな。好きにせえや。さてっと、ええ酒飲ませてもろうた。お勘定頼むわ。勉強させてもらいましたからね。
今日は私のおごりっちゅうことで。そらごちそうさん。ほな。本当ですか？ああ。なんとか引き抜き成功や。いつもいつもどうやってそんな。ま、いろいろあんねん。のぞみのシフトとか詳しいことは明日話すわ。わかりました。お疲れ様です。Yeah, I one hit him. Dodge, choke, kill. Well, kill. Hopefully that should be a bit better now. I like the look of that fight style.
お主。Wise words. Yeah, it's very 3D, pretty much two buttons for attack. Mm. Well, three buttons. Ah. But there's not much in the way of combos or anything. When I eventually get to it, I'll be interested to see that. Aye. Okay. Yeah, I've always had my eye on the games, I just never committed the time to them. I thought, finally I'd start.
I did dip into this one like 6 months ago. Okay, that's cool. Hi. I do prefer it when they don't just completely remove the old characters. してください。 待てや、真島。ああ、誰やお前ら。オデッセイのもんやって言うたら心当たりあるやろ。オデッセイ、望みの引き抜きなら山形と話はついとるで。支配人が納得しても
俺らが納得するか。無理によってうちのナンバーワンを引き抜くた。ええ度胸しとるやないか。あんた、お客様は神様や言うて客に土下座までするらしいやないか。夜の帝王かなんか知らんが、情けない話やで。そんなに金が欲しいか。客には通用しても俺らに土下座は通用せんで。ま、試しにやってみてもええけどな。お前らの言う通りや。あ？お客様は神様。うちの店に来た客になら土下座でもするし靴でも舐めてるわ。せやけど客やないなら話は別。まして喧嘩売りに来たチンピラなんぞに俺が優しいと思うな。大層な口聞けんのも今のうちや。かまん、やってまえ。お前ら仕返ししたかったら店に来いや。客としてなら土下座でも何でもしたるわ。好きにせ。ただその後どうなるかは保証すんぞ。お客様は神様やからな。Well, that's not creepy. この町は牢獄や。俺が塀の外に出られんのはいつなんやろな。兄弟、兄弟。おう。例のあれ持ってきたんやろな。ああ。
まがいもんは一切なし。堂島組経由で仕入れた正真正銘の本物や。拳銃は全部で6丁。1丁につき6発撃てるとして、36発は発射できる。36発か。相手は上野義春と、その場にいる清和会の連中全員。こないなとこ呼び出して、何のつもりなんすか。柴田。単刀直入に言います。今日の上野義春の襲撃、真島さん、行かないでください。どうしてそれを。あなたと冴島は今日、出所直後の上野義春を都内のラーメン屋で襲う。そういう計画ですよね。実はあの計画、ちょっと問題がありましてね。予定を変更させてもらうことになりました。このまま襲撃に向かえば、堂島組長、いや島野さんにも迷惑をかけることになってしまいます。兄弟はもう向かってねえや。じゃあ俺はどうしたらいいんじゃ。真島さん、あんたは俺に兄弟を裏切れっちゅんか。このまま見殺しにせえっちゅんか。落ち着いて、落ち着いて。俺は行く。たとえどんな裏があっても構わへん。俺にとって冴島はたった一人の兄弟なんじゃ。真島さん、でもそれじゃああなたの身も。うるさい、関係ないわ。こっちはそないなもんとっくに捨てる払ってきたんじゃ。そうですか、それじゃ仕方ありませんね。おい、柴田。お前には失望したで、真島。島野の親父。極道にとって親の命令は絶対。お前やったらそんくらい分かっとると思っとったがな。親父、兄弟は、冴島はどうなったんですか。教えてください、親父。道を外した極道の行き着く先がこの穴蔵や。あ、親父。安心せえ、別に殺しはせん。せやけど、ここにぶち込まれた奴はみんな殺してくれって泣いて頼むわ。なんでやろな。親父、兄弟は教えてください。親父。
what I always wanted. 当然ええよ。殺すぞこら。なんなんや。Spend some money.支配人、お電話です。あの、オーナーだって言ってるんですけど。わかった。何の用や。お疲れさん。お前ちょっと今から出られねえか。え？いやさ、お前と飲みたくなってよ。どういう風の吹き回しや。あいにく。あんたと酒飲むくらいなら自分のしょんべん飲む方がまだマシや。やめとけ。あんまりうまいもんじゃねえぞあれは。店は下の連中に任せとけば一日ぐらいはなんとかなんだろう。俺は明日は公園で待ってる。早く来いよ。おい、オーナーからの呼び出しや。いつ戻れるか分からんから、あと頼んだで。え、分かりました。主任にも伝えておきます。すまんの。
何やて？Oddly specific. Good thing I got a shit memory. Thank you.
You're not wrong. You need to work on your typos.
statue, right? How dare you? That's the kind of shit I did. いらっしゃいませ。ありがとうございます。いらっしゃいませ。ありがとうございます。
ない。何やって？
え？Handcuffs. Ah. Thank you.
Oops. I love you. 届けよう、きっと You love me. 伝わるさ、君に似合うガラスの靴を探そう。待ってや、寄ってきませんか。
おう。こないなとこに呼び出して何の用や。そう構えるなって。お前と飲みたいだけって言ったじゃねえか。ほら座れよ。タイガー。何にせよまずは一杯やってからだ。大将、こいつにも適当に見繕ってやって。ええ。こんなご時世だ。10万するフグの解析だの、100グラム1万の松坂牛だのなんだの、高えもんはあらかた食ったけど、こんなボロい屋台の80円の大根が一番うめえ。金ってのは一体何なんだろうな。お。なんだよ、最初の一杯きり全然飲んでねえじゃねえか。あんたが横におって気持ちを飲めるか。もう2年にもなるか、お前との付き合いも。なのにそういう反抗的なとこは変わんねえな。あの島野の兄弟がなんでお前みたいなやつを生かしておいてるんだか。まあわけわかんねえよな。極道の世界で親に逆らったやつは必ず相応の報いを受けるもんだ。破門、絶縁、その辺ならまだいいが、ひでえ時には人知れず殴り殺しにされることもある。お前は穴ぐらいきっていう、その最悪のケースを踏んじまったはずなんだ。だが穴蔵での拷問に1年間も耐え抜いたお前を島野はあそこから出した。耐えたお前のたくさも信じられないけど、何より一度穴蔵に落としたやつをあの島野が救うとはな。だが島野がお前を許したかといえばそうでもない。穴蔵から出たお前は破門も絶縁もされずに極道の世界から追放された。そして大門違いの兄弟分である俺にお前を預け、仇として飼うように指示をした。武闘派と呼ばれる島野がなんでそんなに回りくどいことをしているのか、やつの目的は一体何だろうな。さあ俺が聞きたいくらい。案外理由は単純で、ただ単にお前のケツの味が忘れられないだけなのかもしれねえな。なんだよつまんねえやつだな。そうだ、一つお前に聞いてみたかったんだ。なんでお前そんなに東上界に戻りてんだ。お前みてえな跳ねっ返りがこんな罰に耐え続けてまで。冴島大河だっけか。お前が東上界にいた時の兄弟分だっけ。そいつのためって言ってたよな。18人殺しの冴島大河か。当時は大騒ぎになったもんだ。
東条会と敵対していた地元組織上野清和会の会合に単身襲撃、結果相手組員18人を射殺したんだからよ。東条会の生ける伝説、こっちでも随分話題になったけど、その冴島も今や無所の中、18人もやったんだ。あとは死刑判決を待つだけだろ。なのにお前はそいつのために東条会への復帰を望んでいる。そこが分かんねえんだ。兄弟は塀の中で死ぬような弾やない。あいつは必ず戻ってくる。俺を殺しにな。殺しに？いや、何でもない。もう過去の話や。とにかく俺はどんな目に遭おうが、どんな屈辱に遭おうが、登場会でのし上がらなあかんねや。はあ、なるほどね。そうやって帰ってくるはずもない兄弟分の帰りを待ち続けてるってわけか。登場会に戻って冴島が戻ってきた時の席を用意する必要があるっつ。泣ける話じゃねえかなあ。あんたには関係あらへん。まあ俺も大門違いとはいえ、島野の兄弟には仲良くさせてもらってるからな。でもまあ俺だったら自分の人生の全てを捨ててまで他人のために生きる道を選択する気にはなれねえな。お前もいい大人なんだ。もっと器用に立ち回ってもいいんじゃないのか。まあいいや、お前が俺に言われて素直に入って言わない男なのは分かってる。じゃあお望みの本題に入ろうか。お前、人を一人殺せるか。殺し？ああそうだ。なんで俺がそんなようなことを言ったじゃねえか。極道に戻れるなら何でもやるってよ。違うのか。そないなことせんでも俺は店の売り上げあと5億上げて極道に戻る。オデッセイから望みを引き抜いてか。もう知っとんのか。けどさ、もし俺がオデッセイに連絡すりゃその話今からでもなかったことにできるんだよ。なんやと。まあつまりお前の未来は俺の手の中にあるってことだ。金儲けさせた上に人殺しまで手伝いっちゅんか。どっちも大事なことなんだよ、俺にとってもお前にとっても。誰をやればいいんや。牧村誠、聞いたことないか。誰やそれ。知らないか。最近蒼天堀で荒稼ぎしてる売春組織の元締めだ。売春？牧村はそこらの女子大生やら若い女を捕まえては稼がせて、その上がりを吸い上げてる。その上組織から逃げ出そうもんなら見せしめに赤ん坊の産めねえ体にされるってよ。相手がクズでよかったな。やりやすくなっただろ。その牧村って男はどこにおるんや。それを調べるのも仕事のうちだ。牧村は女たちにテレクラで男を釣らせてる。探るんなら末端の女どもから当たるのがいいだろう。テレクラで牧村の息のかかった女を探すっちゅうことか。仕事の期限は2日だ。それまでに的を仕留めろ。もしそれを超えた場合、今度はお前が狙われる立場になる。いいな。そら楽しみな。殺しの方法はお前に任せる。仕事を終えたらこの番号へかけろ。分かった。真島ちゃん、最後に確認しとくぞ。殺しに人数や相手は関係ねえ。一人殺そうが18人殺そうが、成人を殺そうがクズを殺そうが、人殺しは人殺し。やった瞬間、真っ当な人生には二度と戻れなくなる。
町を歩こうが家にいようが人を殺したっていう記憶が頭から離れなくなる。極道の先輩として忠告しておくけど、殺しなんてやらないで済むならその方がいい。当たり前だよな。でもお前はてめえの目的のために見ず知らずの誰かを殺せるか。うるさいわ。どっちみち人の一人殺せんやつは極道として半人前や。やっとるわ。そうか。ごちそうさん。こいつの分もこれで。あとは好きに飲んでくれ。あ、ガンもうまいぞ。食っとけ。じゃあ頼んだよ。牧村誠。Save and then finish up for tonight.
Bye, everyone.